質問をいただきました。質問がですね、理想のトップに上げるためのテイクバックの仕方を教えてほしいですという質問ですね。後ろ倒し投げ縄状態にした時にですね、体の回転に腕がつられちゃうと良くないですよ。例えば胸が回りますよって言った時に、同じ方向に動いちゃうっていうのが、よくあるパターンなんですね。同じ方向に動いちゃう。で、それらを一旦こう逆側に動くことで、ねじりを作って、そのねじりを解放することで、右手を振るっていう考え方で、やっていると。そしてその子に動かしてくるためには、体幹に対しての右上での二の腕の位置が大事になってきて、そこがずれちゃうと、同じ方向に動いちゃう。後ろだったら前に。で、これ頑張って前すぎて肘を絞っちゃうと、また今度は体の回転方向にも持ってかれちゃう。なのでその中間。というわけで、つり革をつかむとか、遠くの人に手を振るとか、やったとか、そんな感じで言ったわけなんですけども、じゃあそこまでどうやって上がるのかっていう、ところになるわけなんですね。で、その時のですね、こちら、アマチュア、一般アマチュアの方が、ほぼ、なってしまう動きとして、体幹の回旋の、運動量に対して肩の付け根の運動量が勝っちゃうんですね。で、この前提を押さえておいてほしいんですね。必ず勝っちゃう。で、以前にも話したように、体幹の運動量が、大体、テイクバック、正しい動きですよ。正しい動きで、揃った状態から、後半でやや手が動くことによって切り返した時の例のこれと、が動いてくる。で、ほとんどのアマチュアの方が手が動いて、ボールに安全に当てたいから、なるべく体を動かさないように、手をこう当てやすいところに上げるようになってやってきてると、最後の最後で腕の振りに体が持ってかれちゃうんですね。よく頭をトップで動いちゃってるよなんていうのは大体このパターン。で、どうしてもやっぱり最初が動きにくいんですね。最初が動きにくい。なので、そこをしっかり、よく一般的に言われるような、しっかりボールを見た状態で肩をしっかり回すっていうような、動きが、まずは大事になってくるというようになってくるんですね。で、その時に、その手のポジションとかクラブヘッドの位置っていうのがかなり、人によって個性が出てきて、それらをこう、やった上で、ちゃんと揃えました、後半手が単体で動くっていうような動きをした時に、後方側から見た時にこっちに動かないとできない人もいれば、こっちに動いた方ができるっていう人もいて、上げる場所がどこかっていうところはその人それぞれになってくるんですね。ただ感触としては、重たいものをしっかり体全体で支えてあげる姿勢というふうになってきます。で、こちらもですね、大活躍ですね。スポーツデポのイグニオ2キロ ですね。で、こちらがですね、大体ベルトの高さに、上げていったときに、一般的にやはり体の正面にこう手がある状態であることと、例えばもうこれをただベルトの高さに持っていくっていったときに、これで5分耐えろって言ったら、これきついわけなんですね。もうプル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 なっちゃうわけで、それに対してしっかり腰を入れてあげる。そして体の正面に手を入れてあげるですね。そうするとこれは支えられるんですね。これはやりにくい形、やりやすい形。でもこれ、ボールを見ると非常にこの正しい形っていうのは体幹の運動量があるというところで、でそこまで誘導していく、その形をまず覚えていく必要があるんですね。結構きついです。もう最初の段階で運動量がある。しっかりよく言われるような、体全体を使ってテイクバックをしていくとか、あとはそれらによって、左腕をこうしっかり押さえつける。今まで過去にこういった動きですよなんていう話もやってるようにですね、それらを体幹全体で行っていく。そして後半部分で、大体この辺ぐらいで、体が8割9割回っている状態から腕単体でやや上がる時間があり、戻ってくる時間が作っているというような形でいくわけなんですね。だからしっかり前半運動量、そして後半から時差ができて叩かれていく。で、ほとんどの方が、最初のうち安全に当てたい、それとも軽いものを軽いひょいってこう上げるような形から、全体全部がこうやって動いてきて、打ってしまうというような形になってくるんで、ちょっと違いをやると、全体が動いて時差ができてくる。
全体が動いて時差ができて解放される。でほとんどの方が、まあ、腕単体で上がり後半で体が持ってかれて全体が一緒に動いてくるというような形ですね。悪い例いきますね。というような形、はい、なってきます。まあ、昔から言われているような、まあ、表現としては、まあ、30センチまっすぐテイクバックを引くなんていうのはこんな感じになったりしますし、あとはまあ、しっかり右の股関節にこう、まあ、入れる。まあ、大体僕の感覚だと、まあ、手がおへその高さに来た時の時点で、まあ、ほぼ、まあ、フルに右の股関節に入っているような感じ。ちょっと個人差はあると思うんですけども、思ったよりも早いタイミングで、まあ、腰が入る。だからこっちをこう我慢してこうなんか回りにくい形を作るんじゃなくて、回りやすくしておいてしっかり早いタイミングで、まあ、ここの体重の位置を作ってあげて、そしてまあこの早いタイミングからも下半身は戻るようなイメージができるようなテイクバックができてきた時に、まあ、正しく、例の後ろ倒し投げ縄状態の、トップのポジションに、つながっていきます。まあ、もちろんちょっとこの説明だけだと、まあ、難しかったりはするんですけども、まあ、一応ちょっと全体像をつかんで、まあ、その逆さえやらなければまあ、正しい形に近づいてくるんじゃないのかななんていうふうに思ったりします。ぜひ参考にしてみてください。